姿勢よくしよう、はい、今日は ISD 個性心理学のバースデー診断を受けてくださった八木香織さんと池上あずささんですね、お二人受けていただいてありがとうございました。ありがとうございました。あずささんは今回初めてだったんですけども、受けてみた感想を教えてください。はい、前から以前から興味あったんですけど、今日機会があって受けさせていただきました。はい、で本質分析とデータ見せていただいて、うん、結構当たってる部分が多くて、うんうん、で迷ってる部分、自分の中で迷ってることもあったんですけど、うん、こういろいろグラフとかに出していただいたり、うん、先生のアドバイスもあったり、ちょっと自分の中でこうちょっと大事なこととか、いろいろ今後のこととか早めに決めていこうかなという気持ちの切り替えが、少しお話聞いて前向きになったような気がします。よかったです。はい、香織さんは、はい、あずささん と、出会ってから今回4回目5回目4回目4回目かな、ですかね。うん、で、今回この診断の書を見て見せてください、診断書。はい。